こんにちは、みちです。はい、今日はずっと楽しみにしてた、Forever 21とのコラボアイテムを紹介していきたいと思います。もう Forever は本当に学生の時たくさん着ていて、一回日本から撤退したじゃないですか。最近また戻ってきてくれたということで、今回このコラボレーションが実現して本当に嬉しいです。はい、ということで早速、作ったアイテムを紹介していきたいと思います。すごい。まずは私が多分今回一番皆さんの目を引くこちらのワンピースになってます。めっちゃ可愛くて、このワンピースはなんか私が、南フランスをイメージして作ったワンピースでして、南フランスは私本当に行ったことがなかったんですけど、本当たまたま4月ぐらいに行かせていただくことの機会があって、もう本当に私がイメージしたまんまでした。私は、ここのここのレモンの柄、ノッティングヒルでいろんなお皿が置いてあるお店で、お皿を母にレモン柄っぽいお皿をプレゼントしたんですけど、それが本当このまんまここに使われています。なんか本当に南仏をイメージしたものを作りたいですって言ったら、すごい可愛い形にしてくださったチームの皆さんには本当に感謝しかないです。めっちゃ可愛くないですか。超イメージ通りだし、あとシルエットで言うとすごい体が綺麗に見えるようにたくさんこだわりました。フルレングスのワンピースが好きなんですけど、フルレングスで着ても可愛いし、身長が大きい方だったらもうちょっと短く着ても夏っぽくて爽やかで可愛いなって思って、今ちょっと靴下とか合わせちゃってるんですけど、涼しげなサンダルとか合わせてお出かけしたいなって思います。可愛い、めちゃくちゃ可愛いですよね。あとここのパイピングとかも本当はいろんな素材で見てたりしてたんですけど、結構この素材が可愛いねっていうことで落ち着きました。でウエスト位置が高いのですごいスタイルアップもできます。本当にこのワンピースは生地が硬いんですよ。なんですごいこの辺とかも形がすぐに変わってしまうんで、それがちょっと大変でした。あとはこのワンピースはなんといっても布感がすごい硬いし、使ってる布もなんですごい張りが出るし、使ってる布の量も多いのですごくゴージャスなワンピースになってます。なんか結構タンクトップでカジュアルっぽいんですけど、着てみるとすごくボリュームもあるので、ぜひこれは本当に着てみてほしいです。皆さんに可愛いお気に入りの一着になりました。はい、続きましてこちらのワンピースになります。可愛くない？すごい。この生地ももうお花プリントから自分で探してこのお花を見つけ出して、それを生地にしてワンピースにしました。可愛い。で本当はこの同じ柄のヘアバンドとか作りたかったんですけど、バンダナ、それこそ頭に巻くような、ちょっと間に合わなくて悔しい。こんな可愛いんだよ。このプリントをさ、これっきりで終わらせるのすごいもったいなくないってぐらい気に入ってます。この生地がもう生地が上がった時になんかズボンも欲しいしみたいな、いろんななんか欲しいものが出てきちゃうぐらいすごい可愛くてお気に入りの生地です。で後ろを見ていただくと分かるようにシルエットもすごく綺麗に見えるように後で着るんですけど、後ろから見ても前から見てもすごく体のラインが綺麗に見えるようにたくさんこうやってタックを入れていただきましたので、すごいこんな感じですごくシンプルなように見えて、着てみるとめちゃくちゃ可愛いワンピースになってます。ということでワンピースを着てみました。可愛い。すごいね、ルッカー見てもすごくシルエットが綺麗なんですけど、この胸のカットの部分もなんかあんまり見えすぎないように、でもなんか程よいヘルシーな感じで、生地がどうしてもサテンっぽい生地なのでちょっとフォーマルっぽく見えちゃうかなって思って、ここら辺の形はすごくこだわりました。かわいい花柄がこんな感じになってます。ここら辺胸元までキュッとなってて、その下はキュッとストンと落ちる感じになってます。かわいいです。こんな感じです。はい、でこれは全く同じ形の色違いなんですけど、
サンプルで上がってきたカラーが可愛すぎてそのまま採用しました。イエローなんですけど淡いイエローじゃないので鼻なじみがすごい綺麗なんですよ。すごい曲ない？でサンダルとか合わせてもらったらすごいカジュアルなワンピースだし、ヒールとか合わせてもらったらディナーとかにもちょっと光沢のある生地なので、どっちにもすごい触れる、すごく優秀なワンピースだなって思います。私シュレットがすごくこだわっているので、これはめちゃくちゃ後で着てみます。楽しみに。これも着てみてほしいワンピースです。めっちゃ綺麗、生地感も最高になっております。夏っぽくて、これも結構でも裏地もしっかりついているので1枚で着れます。真っ白とかだとね、夏どうしても透けやすいワンピースとかあると思うんですけど、透けないようになってます。私自身がすごい面倒くさがり屋なので、もうすごいそれはこだわって作ってます。はい、続きましてこちらのトップスになります。すごい可愛くて、あと生地がね、本当にこれは天才、超フラッフィーなの、めっちゃ可愛い、可愛い、ぬいぐるみみたいな生地してる。これは結構ショート丈のトップスになっていて、パフスリーブになってます。今年こういうパフスリーブなものを去年はすごくデザインしてる時の気分で、なんと次出てくるトップスもパフスリーブなんですっていうぐらい私はすごいハマってるんですけど、丈が短いのでいろんなワンピース、それこそあの花柄のワンピース下に着ていただいても可愛いですし、逆に上にデニムと合わせても何でも可愛いと思います。これもすごい万能で1枚持っておくと可愛いと思います。これが3色展開で、自分でも作ったっけって思ったんですけど、やっぱ長期プランなんで、私はアパレルもたくさんね、ちょっといろいろ触らせていただいてるので作ったっけって思ったけど、本当大優勝ピンクです。可愛い、本当何事、ピンクめちゃくちゃ可愛くないですか。やっぱり夏はそのカラーを取り入れたいので、これはすごく作ってよかったなって思います。これの一番おすすめな着方は、下にあのさっきの花柄のワンピース合わせてもらうとめちゃくちゃ可愛いです。統一感も出るし、あのワンピースもこのトップスもすごい可愛さを発揮すると思います。パフスリーブがね、本当にまん丸で、あと長くないんですよ。結構あのパフスリーブ私大好きなんですけど、売られてるものってなぜか長くない、それがちょっと気に食わなくて短くしました。結構なんでふわってなってると思います。わかりやすく言うとシンデレラのパフスリーブとか こんなんじゃん、もうそんな感じのイメージで作りました。で最後にもう私の作る服で大体入ってるネイビーです。ネイビーは本当に大好きだし、もう冬でも秋でも夏でも何でもずっと着ています。ネイビーもこんな感じで合わせても可愛くない、何でも可愛いよね本当に。デニムと合わせても可愛いし、白いデニムとかもすごいマリンって感じ、サマールックで可愛いと思います。これはあのサンプルチェックの時にたまたま着てたミスラインのワンピースなんですけど、すごいあの可愛くない、生地感がちょっと違うんですけど、ふわふわ同士ですごい仲良くなれるんじゃないかなって思います。可愛い、これになんかちょっとメリージェニーっぽいお靴とか合わせてあげても可愛いし、スニーカーで合わせてあげてもシュレットがすごい可愛いなって思います。これも結構ね、長いワンピースなのでいいかなって思う。ここら辺がすごい可愛くないですか、シュレットが。でもちろんこのトップスとあのデニムとかと合わせても可愛いと思うんですけど、いろんな重ね着が楽しめるかなって思います。デニムとかと合わせたら可愛いのはもう全然わかるけど、このワンピースとの組み合わせがすごい可愛いなって思います。こんな感じです。はい、続きましてのトップスはポロシャツです。かわいい、お色味が赤と白とネイビーになってます。赤もなんかちょっとエンジ色っぽい感じで、すごくお洋服に合わせやすい赤になってます。で丈もまた短くなっているので、ポロシャツもたつきやすいかなって思ったので、すごい合わせやすいと思います。これもすごい可愛くてハーフスリーブになっていて、ウエスト部分もキュッとなるのでスタイルがよく見えます。ハーフスリーブも短めになっているので、このね腕がねちょっとタイトになっているので、着ると結構こうやってふわっと丸い形になってくれるんで、すごい可愛いです。
これもなんか後で着てみたいと思います。持ってるよりも全然着てみた方が100億倍可愛いと思います。はい、続きましてこちらのスカートになってます。これなんていう生地なんだろう、なんかチノパンっぽい感じの生地でスカートを作りました。ネイビーとキャラメルの2色展開になってます。これが本当にこういうスカートはたくさん売ってるんですけど、なんか結構中途半端な丈で終わってるものが多くて、これは結構そのくるぶしまで来るようなデザインで長めになってます。で後ろにスリットが入っていて、一見シンプルなんですけどめちゃくちゃ使いやすいと思うし、この夏すごい合わせやすいなって思います。ちょっとねこの後コーディネートを組んでいきたいんですけど、ベルトを忘れちゃったんですけど、さっき紹介した襟付きのポロシャツとこのペンシルスカートの組み合わせがすごい一番可愛いなって思います。でベルトちゃんとつけてあげて、可愛くない、なんかすごくシンプルで大きめのポケットもついていてっていう感じです。これは本当に自分がすごい今年履きたい、合わせやすそうと思って作りました。可愛くない、色もなんかキャラメルと白とか合わせても可愛いし、キャラメルの方は私は赤いポロシャツとか合わせたら可愛いなって思います。ネイビーとかも可愛いし、キャラメルなんでも合うね、やっちゃって感じです。可愛い。これはローファー合わせてあげたり、逆にちょっとブーツ、ショートブーツ、ゴアブーツ、なんていうんだろう、あのゴムっぽいブーツとか合わせてもらって、あの足が全く見えないみたいに着ても可愛いかなって思ってます。はい、ということでちょっと着替えていきたいと思います。着替えてきました。可愛い。このポロシャツもさ、やっぱ着てみた方が可愛くない、すごいシルエットがこんな感じで、ハーフスリーブもここでね、なんかもうちょっと短くするとこんな感じで自分で丸くできたりもします。で伸ばすとそんなになんかまん丸にならないし、すごく合わせやすいと思います。これは本当になんかデニムとか合わせるときはちょっと開けてカジュアルに着ても可愛いし、で私は本当にこのペンシルスカートとの合わせがすごく大好きです。こんな感じでなんか色が変わっても全然雰囲気も違うし、こんな感じですごく可愛いです。私は個人的に今年はすごく赤にハマっているので、赤でローファーとか合わせても可愛いし、全体的にブラウンっぽいコーディネートなので、ブラウンのロングブーツとか合わせてあげてもすごい可愛いかなって思います。後ろが結構ねスリットが入っているので、後ろからだったらブーツも見えたりするので可愛いかなって思います。これはね、今日悔しい、ベルト皆さんも持っているあのブラウンとゴールドの金具のベルト、私が作っているやつとかもすごい、あれともすごい合いそうなので、このコーディネートはぜひベルトをつけてあげたいと思います。可愛いです。ということで、本当にどのお洋服もすごく、私は特にシルエットがすごく大切なので、シルエットは私が着たい、こういう服が着たいっていうものに対してすごいブランドの方が一生懸命作ってくださったので、めちゃくちゃ綺麗に仕上がっておりますので、本当にお近くのフォーエバーでぜひ試着してみてほしいです。今実店舗で7店舗あるみたいです、フォーエバーというのは。でルミネスト新宿に4月からフォーエバーのお店があるみたいなので、皆さんも公式オンラインストアとドットエスティとゾゾタウンより購入ができるので、皆さんぜひチェックしてみてください。近くにお店がないよっていう方はぜひオンラインでチェックしてほしいですし、お店があるっていう方はぜひ近くのお店で着てみて自分に合うものを探してみてほしいです。以上、みちでした。バイバーイ。